ントに入れといてもできますし、こうやって財布に入れとけばできるマジックです。まあ、財布だけにね、お札のマジックです。はい、じゃあそれでやってみましょう。お札をね、3枚だけ使います。しかも今日はね、贅沢、3万円です。1枚札が3枚です。ね、もう持ってますよね、皆さんね。新1万円札ね。もうマジックファンタジアでは有名ですよ。新1万円札を3枚使ったマジックです。じゃあまずちょっとご覧ください。これ、新1万円札ですね。1万円、2万円、3万円。これ間違いなく、3万円ありますよね。大丈夫ですね。はい。ちなみに、この新1万円札のこの人、誰だか知ってますか？おー、さすがですね。渋沢栄一さんね。今日はこの渋沢栄一さんに注目してください。よろしいですか？おりまして。もう一度確認しますね。渋沢栄一さん。はい。いますよね。では、ここからです。おりまして、おまじないをかけます。すると、なんと、お、いなくなっちゃいました。見えます？後ろの方。いなくなっただけじゃありませんよ。1万円がゼロになってます。なってますよね。裏ももちろんゼロです。ほら、次もいない。ゼロ。ってことは、最後3枚目に、なんと、